サオチンです。モーリーファンタジーに来ています。夜のこちらカプリコー、こちらのトライポッド、山が崩れるまでやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。お、ちゃんと音がちっちゃい、優しい。いつもでかいんですよ。やったね、実況向きです。それでは行きます。500円6プレイ、マイ。お、意外と遅いし、2回目ドン。まああれなんですよね、2分の1と思うじゃないですか。なかなか世の中ね、うまくいかないんですよ。当たらんもんですね。そう、当たらないですよ、なかなか。500円で1個さ、あーでも厳しいか。もうさ、早くない500円がさ、30秒ぐらいなくなっちゃったよ。本当に当たんないね。1000円目、オッケー。じゃあ、うった、安くなった。全く動かないじゃないですか。無です、無、無我の境地。今開いたのみたいな感じだったよ。でもいい調子、オッケー。もうだん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 ね、あの隙間隙間じゃなくて、ちゃんと横から狙っていきたいと思います。でも1000円一箇所なのかな、わかんないですけど。1000円終了。でも3000円で取れればペイぐらいですよね。そうだね。それでは1500円目いきまーす。けどね、1500円目ラスト。ヤバみの極み、鼻血が出そうになる。早く消えすぎちゃって。チョコレートだけに鼻血が出るっていう。パプリコもね、いいあの CM の人がねやってるんですよ。いきます、2000円目。カプリコ、やったー、来た来た来た、イエーイ。おー、来た来た来た、あー来た来た。ちょっと削れるのね。ワンピースあたり削れましたね。ちょっと削れるんだ。よし、今がチャンス。オッケー。ほら、お、連発、マジで。そう、これシステム実力じゃん。わー、開いた。今がチャンスですよ、フィーバータイム。ほら、え、マジで、なんでなんでなんで、今フィーバータイム、マジで。解除解除、3連チャンとかありますよ。本当に4連チャンいきます。ああ、さすがになかったか。え、そんなことあるんですかこれ。いや、初めてです。本当に生まれて初めて。すごかったっすね。すごかったね。ドンピシャだったのか、何だったのか、フィーバーで分からない、今の謎だ。あ、飛んだ飛んだ。たださ、あの連続は一体何だったか、あんなのあるんだね。なんかね、詳しく知っている方はコメントください。あの連チャンは何だったのか一体。2連チャンはあるんですけど、3連チャン初めてです。あっという間、すげえ面白いよ、2両2両やっちゃいました。次、3丸ですか。はい。いやー、面白い。サトチンさんのリアクション面白いよ。行きます、行きます、はい。じゃあ、おー、来た来た。最後もやれってことか。チンさん、連チャンお願いします。連チャンします。あー、行けなかった。行けなかったか。
いやー、そっか、もう100円刻みでやった方がいいかもしれないですね。いや、すげえでかいやつだったね。当たったことあった、俺。気分を入れ替えて角度を変えますか。 OK。 3300円目。ちなみにあと何個あるんですか。2箇所もありました。2箇所ラストかと思ってた。よっと、おお、来た。うそアンパンマンが今落ちてったら見えたよ。これさ、ディスプレイなんじゃない奥。いや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 、崩壊するでしょう。怪しい気がしてきたよ。大丈夫、泣いて笑ってもあと1個。3、4、35、36、37、38、39、39、40、41。もうやだよ、もうやだよ。42回目でただこれじゃダメですよ。もうやだよ。5000円、5100円。のーマジかーい。5300円目。5400円。5500円。5600円。5700円。5800円。もうやだよ。これさ、もう終わりだ。ここ低くなってるもん。本当だ、本当だ。おとちんさん、はい。もうこれ以上は落ちません。ということで全部コンクしたあれディスプレイでした。いやちょっとねもどかしい気持ちがありますね。数えていきましょう。はい、大量大量大量。それでは数えていきましょう。カプリコ2、3、4、30、31、32。ということで32個でしたね。そんなにマイナスではないですね。いかがだったでしょうか。ちょっとね、もやもやが溜まる感じでしたね。ポッて全部ないですね。うまくいけばもう少し取れたのかな。それでは一生のうちの一度はこちらやってみたかったんで、これをやってお別れとしたいと思います。本当にコマさんバージョンとジバニャンバージョンがあるけど、コマさんズラ見てみましょう。コジマルズラ、こっちで遊ぶズラ、あっちするズラ、普通モード、普通モードズラ、妖怪ウォッチに変わって動かすズラ。お、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 何これ。え、みんなもそれ、妖怪ウォッチに変わって動かすズラ。オッケー。こっちが来るよ。一体誰が想像するんですよ。土のコゲット。ごめんは動かずらさ。私の妖怪おじさん。妖怪おじさん、俺。ナイス。ごめん、ごめん。一旦ごめん。人面犬はどこずらさ。人面犬。いたいたいた。すごくないですか。よく見つかるね。KJ コマジロ。妖怪は。オッケー。割と早く見つかった。かわいい。すごいズラ。妖怪ウォッチに触って動く。よし、ナイスナイスナイス。無心にゃんでござる、無心にゃんでござる。うちの飼ってる猫に似てる。本当に妖怪ウォッチに触って。バクロバはじめ社長がパズドラで縛ってるバクロバ。どこにゃんは
はい、ロボニャンどうこだ。あ、これは分かりにくいぞ。分かりやすいやんけ。赤鬼。体の中でチョコレートを作ることができるのだ。そうなのだ。意外と長いのね。わかめくんはどこからか。わかめ。わかめどっちに。これシルエットで分かる説あるな。本当だ。シルエット。妖怪ウォッチに触って動く。強そう。おお。メラメラメラ。前回アニメに出てきましたね。秒殺。秒殺。これさ、28秒もやるのかな。そういうことです。おしまい。あ、おしまっちゃう。おしまった。決定ますよ。あ、全部できました、動物。何が出てくるんですか。今日は何がもらえるのでしょう。カメラのチャンス、まあビデオカメラで撮ってるからいいから。おにぎりする。コマジローと一緒に食べると美味しいプレー。かわいいな、コマジロー。カメラを準備してください。シャッターチャンス。一緒に写真を撮りましょう。もしかしてこれを撮れってことですか。あ、ポーズ終了まで写真撮って、写真撮って。今日はとっても楽しかったズラ。楽しかったですね。いや、心が癒されました。ちょっと辛かったんですけど。他にもいろんなプレゼントがある。最後までご視聴ありがとうございました。モーリーファンタジーでトライポッドを撮れるまでやってみたという動画でした。いや、癒されましたね。ありがとうございます。それではこの動画が面白かったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。